27日愛知県議会議事堂にはジェンダーの平等を求める団体や LGBTQ の当事者たちが集まりそれぞれの会派に渡辺昇県議の議員辞職勧告決議を求める要望書を渡しました渡辺県議は去年9月 SNS 上で同性結婚なんて気持ち悪いことは大反対などとコメントし団体などから抗議を受け謝罪しましたが 先月再び S. N. S. 上に。同性婚が気持ち悪いと言って、何がいけないんですかなどとコメントしていました。一度は謝罪をして、訂正したにもかかわらずですね。再び差別発言が繰り返されたことに対して。大変、あの怒りを覚えています。性的マイノリティがですね。どれほど絶望を感じたか。渡辺謙義は東海テレビの取材に対し、何も聞いていない。 わからないのでコメントできませんとしています。